の角度、このくらいで飛ばすと綺麗に飛びます。あ、いいとこ。はい、それでは飛ばし方の、簡単なものから順番にやっていきましょう。まず一番の基本は、かぐや姫です。まずかぐや姫の作り方からいきます。折り紙の色が外側になるように折ります。ちょっとずらして、この時どのくらいずらすかというと、指だいたい1本分くらい。さらにここに帯を作ります。これもだいたい指1本分くらい。ここがこういい感じで切ってます。この状態で丸めて、ここを差し込むとかぐや姫の出来上がりです。これよく間違ってこういうふうにやる人がいますけど、そうではなくて中に差し込むように、なんてその太さが同じくらいだと差し込みづらいんですけど、はい、これで組み合わせて差し込んで形を整えて出来上がりです。これただ差し込んだだけなので後で抜けます。抜けなくする時にはほんのちょっとここを破っておけばいいです。まあついでにちょっと破っただけではなくて、この中にしまい込んじゃうとさらにしっかりとします。こうしまい込んじゃうとしっかりと止まります。さあ、これがかぐや姫です。これの飛ばし方ですが、前と後ろ、上と下を間違えないようにしてください。重たい方が前です。輪の広い方が下です。この状態で飛びます。持つ時にここを持っては意味がありませんし、こう持つのもちょっとね力が入りすぎますから、ここを持ってください。ここを持って単純にこれを離せば、上向けて離すのではなく下に向いて自然にこれが滑空する角度、これで離すだけでスーッと滑るように飛んでいきます。決して上向きに投げても意味ありません。上向きに投げてもそのまま曲がってストーンと落ちてしまいます。下向きにただ離すだけだと自然に滑空に入ります。2番目としてカモメを、ね、作るところから行ってみます。もう2つに破った色紙、これでカモメを作って、それでそのカモメを飛ばす、コツのお話をしましょう。カモメの作り方は別のところで詳しく説明しておりますので、今はあっさりと復習のつもりで、ご覧ください。1回、2回、これを折って、こう折ると、3つ目、で奥に入れて、あとこれで、こう斜めに折ります。はい、これで終わりです。この状態でよくしつけをして伸ばして伸ばします。さあ、これを飛ばすときに先ほどのかぐや姫と同じようにこう持ってただ離すという、それで何回かちょっと飛ばしてみます。
このカモメというのは操縦ができる紙飛行機です。左側をちょっと下げると左に旋回します。逆にこっちを伸ばして右側をちょっと下げると右側に旋回します。これを飛ばしてみて少し頭が重たいなと思った時には両方を下げるときれいに滑空するようになります。逆に下げすぎるとこうアップアップする感じになってしまいますので、ちょっと伸ばして、このくらいのきれいなカモメの翼の角度、このくらいで飛ばすときれいに飛びます。撮影の時の飛ばし方と本格的に思いっきり飛ばす時とでは全く飛ばし方が違います。調整の時の飛ばし方はこの飛行機が自然な滑空をしている時のスピードと角度で離します。ちゃんとこれがきれいにスーッと滑空している時のイメージで離せば、その時に決して頭が上を向いてはいきません。自然な滑空の時には必ず少し頭を下げてそのまま滑らかに滑空をしている、そのイメージで離せば、調整をする時の飛び方になります。思い切り飛ばすという時にはむしろこの飛行機に十分な、スピードを与えることで、結果的に高く上げる目的で飛ばします。この飛行機に高さを与えるということはいわば飛ぶためのエネルギーを与えることですから、高さを与えるためにまずスピードを与えるという、そういうつもりで上げてください。手で投げる場合、手で思い切って投げる場合にはピッチャーが投げるような投げ方ではなくて、イチローとか外野手がバックホームをするような遠くを狙って、振り抜くような気持ちいい投げ方をすると飛行機に無理がかからずに遠くまで飛んでいく。その時に一旦きれいに上昇をしてきれいな滑空に入る、そういうつもりの投げ方をしてください。決してスピードをつけて速く投げようと思わない、遠くまで振り抜くような気持ちいい投げ方で投げるのが一番大事な要領です。じゃあちょっとそっちに向かって調整する時の飛ばし方で飛ばします。はい、じゃあこの作品の、作り方と飛ばし方のお話ししましょう。これは芯の部分は、キッチンペーパーの芯です。でそこにこれはコースター、コップを乗せたりする。で真ん中に印をつけてあります。ちょうどこの真ん中に印がついています。たったこれだけの作品ですけど、ここに輪ゴム5本くらいつなげてあるもの、これを巻きつけて、この真ん中の印、この真上にゴムを十分に引っ張りながら巻きつけていきます。3本分巻きつけましょう。はい、これで残り2本分、これを前に引っ張ります。なんかこういう感じです。これで、ただ離すだけです。いきます。じゃあかなり下に向けて